トカシキカツオのトカチャンネル。はい、今回は、朝倉海選手と、扇久保選手のタイトルマッチ、その試合をぜひ、解説してほしいということで、海選手はすごい今もう人気ありますからね、解説してくれっていうのがすごい来てまして、私はまあもちろんパンチメインで解説しますんで、あとは皆さんと同じように楽しんで見たいと思います。扇久保選手はですね、聞いたことありましてね、前にあの総合格闘技のね、秀津キックの代表ね、あそこの秀ちゃんは私の飲み友達ですから、 K1 のチャンピオンの小比類巻選手とか、最近ではね、あの UFC に出たストレッサー喜一、ね、選手と、この2人を教えたということでね、優秀な指導者ですよね、この間来た時に、ここで対談した時に、一押しの選手は誰だって聞いたら、扇久保選手と言ってましたからね、いや相当いい選手ですよ。扇久保選手はシュートボクシングのチャンピオンで、最近堀内選手に負けた以外はほとんど負けてないということで、かなり有望な選手です。まあ秀ちゃんが言ってる、ね、通り有望な選手と、その選手と朝倉海選手が戦う。海選手もね、最近あの内山ね、元チャンピオンのところで習ってますから、パンチをね、かなり上手くなってますよね。で京口選手とのね、スパーリングでもかなりいいスパーを見せてましたからね、まあ、マスボクシングかな、あの動きはかなりいいですよ。あと、内山チャンピオンとのね、ミット打ち見ましたけど、あれもかなりいい具合に、ね、打ってました。かなりボクシング あのテクニックは上がってますから、ちょっと面白いですね。決定戦ということで、どっちもその日本トップの実力があるということで、その試合をちょっとね、見てみましょう。でこれも見るからになんか階級が随分違うように見えるけど、同じ階級なんだな、これな。身長が10センチぐらいね、違いますね。の扇久保選手はなんか面白い、なんか頭にね、こうパーッとこの反りを入れてね、私もこういうふうにやろうかなっていうね、なかなかでも静観でいいじゃないですかね、2人とも。おお、気合い入ってる。これはいい試合になりそうだね。甲斐選手が打撃派で、扇久保選手が寝ても蹴ってもできると、ね、パンチをいっぱい出してきますね、甲斐選手ね。おお危ない。でもいいよ、どっちもいいね、パンチうまいよ、当てるタイミング。グローブがちっちゃいからな。あ、ちょこっと当たったね。左ボディも当たったんだけど、左フックももらったね。今互角。この間合いはお互いね、いいもんね。おキック入った。あ、でも持たれた。総合はこの持つ力もね、必要ですから、これ大変だよね。打つだけじゃなしに、この力も必要だからね。甲斐選手は飛び込みもね、思い切っていくからいいよね。スピードもあるしね。おお、パンチも速いんだよ。おお、うまい右アッパー。まあ、まともにはまだ当たってないけども、積極的にパンチはね、こう出してますね。ちょっとガードをみんなこう広く構えてるんで、このアッパーが入りやすいということでね、多分内山ジムでそう習ったんだと思うんだけど、やばいね、これまともに当たったら倒れるね、これ。そうね、甲斐選手の距離感いいよね。打っては離れ、打っては離れね。総合の選手本当こうだからね、キックの選手もこうだけど、アッパー入りやすいよ。それをうまく甲斐選手ついてるよね。そう、足でね、こう距離感をね、牽制しながら、こう測りながら、あとはパンチでこう決めようっていう、もう相当パンチに自信持ってるね、甲斐選手は。マネル・ケープ選手とやった時に、ね、こう飛び込んでくる時バチンともらっちゃったけど、今回はもうなんかボクシングをちょっとだいぶ覚えてるっていう感じが、ね、しますよね。上手くなったっていう距離感もこう持ってるし、一瞬の隙をバーッと打っていってるし、こうガードを開かしておいてアッパーを打つっていうね、いい作戦になってますよね。まあ、これはもしかしたらね、お兄さんのミクル選手がこう作戦立てるというか、ね、試合の運びがうまいんで、それを聞いてるのか、習ったのか、身を見まねなのか、そんな感じがしますよね。この距離はもう完全に甲斐選手の距離だからね。おお、右のアッパー、今カクンときたよ。いや、右のアッパーうまいね、これ。いきなりのアッパーって危ないんだけどね、普通ね。いきなりのこう打ってくるのは、バーン左フックをボクシングではもらうから、
危険なんだけど、まあ、そこまで総合格闘技の選手はカウンター取ってこない。だから右のアッパーは綺麗にこういきなり行っても当たる。いいね、やっぱりボクシングを覚えなきゃダメだね、この距離ではね。ああ今までこんなパンチうまい選手いなかったのかもしれないね。ボディも、ね、入ってるし、おうまい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 、まあ、聞いてはないけど、ああやって打っておけばフェイントもかけられるしね。扇久保選手もだんだんパンチを警戒しだしたのか、手があんまり出なくなってきたね。行こうとしたら打ってくるんじゃないかっていうことを考えてるんだろうけども、ね、やっぱり甲斐選手は組んでもバッと離れてまたパンチ打ちますよね。やっぱもう掴むよりも、まあ、掴みだと相手もねうまいでしょうから、やっぱパンチで倒したいって感じなんでしょうね。今のジャムもね早いしね、もう完全にボクシング習ってるからやっぱりうまいよね、パンパンっていう。あパンチではちょっとねかなり甲斐選手の方がうまいですね、これね。捕まったらわからないけど、あ扇久保選手まだそこまでいい味をまだ出し切ってないのかな。ちょっと甲斐選手がこのペースを掴んでるような気はしますよね。おお効いた、おやばいやばいやばい、アッパー効いたよ。あの右のアッパーいきなり、あのアッパーから膝蹴り、やっぱちょっと効いてたんだねこれ。わあ強い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 、おお一瞬の隙を、ああ強い、いや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 、パンチからねガー膝蹴りから、いや全部このパンチで攻撃のパターンを作ってますよね。まあね、こうやってうまくね当ててますよね、右フックアッパーをね。あの右アッパーで効いてるから他は何を出しても当たるって感じでね、もう全部そのボクシングの攻めはボクシングの組み立て、あ兄弟でね、やっぱお兄ちゃんも、ね、ちょっと関わったんだねこれね、こうやれよああやれよみたいな。あね、お兄ちゃんも認めてますよね、うまく仕留めたぞみたいな。やはりあのパンチからの甲斐選手の攻撃がほとんどもうパンチからの攻撃でね、あらいいですよ、パンチ当てて蹴りを当てるっていう素晴らしい。だってこんな強い選手にあっという間にね勝ってるわけだから、うん、これは完全にボクシング生かしてますね、ありがたいね。こういうのは間合いというね、アッパーというアッパー当たってからの蹴りうまく利用してますよボクシングをね、うん、素晴らしい、うん、ボディ打ちもねこうパーンうまいしね、あれはまあまあ内山選手がこうボディうまいからね、それをまあ習ったんでしょうけども、もう完全にボクシングでこう仕留めに来て、あ当たった瞬間足蹴りからね、うん、本当に総合格闘技にパンチをちゃんと生かしてますよね。左をフェイント入れてね右をパンパーンという、うん、あのアッパーもいや綺麗に当たってるよね、あれが完全にダメージを与えてその後キック、あダメージ与えればもう次何でも当たるわ、あうまい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 、おこれは迫力あるな。試合運びがねうまくなったというか、ボクシングでそういうリズムをつかみながら間合いをボクシングを覚えると間合いがうまくなるんで、そういう意味では攻撃のパターンと攻撃力が上がりましたよね、甲斐選手のね。ここから面白いね、もう世界的な選手とやってね、世界チャンピオンも目指してほしいですね、うん、そうバンジョン選手パンパンパンっていう距離感もねいいし、フックからストレートの距離感もいいし、アッパーの距離感もいいし、もうちゃんとやっぱりボクシングはちゃんと総合格闘技の試合に組み入れてますよ、ちゃんとね。パンチを生かして格闘技に組み込んでいくっていうね、ボクシングのパンチを覚えたら総合格闘技やりにくいとかキックやりにくいとかそんなんありません。ちゃんと組み入れて練習すればちゃんと使えますから、パンチは全部 の格闘技に必要です。ぜひ習ってくださいね。つかみに行くときはこうかもしれないけど、間合いを攻めるって殴る当てれる自信があるならやっぱりガードを上げてその場その場のパターンでね変えるといいですよね。うん、それは総合格闘技の選手ならそうやって習いながらスパーリングやりながら覚えていくでしょうから、イメージでいやボクシング覚えるとこの形がこうだから捕まるんじゃないか、それはイメージです。皆さん素人さんのイメージ、プロはそれを組み入れていくんで、必ずパンチを覚えるだけでも全然違います、プロになる、プラスになります。はい、そう、そのパンチをねうまくこうフィットさせて総合格闘技やキックにね使ってもらいたい。まあうちにもねだから総合格闘技の選手とかパンチ習いに来ますけども、やっぱり
パンチを覚えるといろんなことがバリエーションが増えるんでいいと思いますよ。パンチ当たってからの攻撃、そして自分たちが掴んだ後のパンチ、いろんなことに利用できるんで、ぜひパンチも向上させてもらいたいと思いますね。そう、一瞬の隙をね、突くのはやっぱり甲斐選手すごいね。まあ、お兄ちゃんもともとも、このボクシングセンスと格闘技選手はやっぱりありますよ。格闘技の選手はババーンサッと持っていくね、これはなかなかね、センスがない人にはできないでしょ。バンバン打ってすぐに蹴りを行って掴んでっていう、やはりこの朝倉兄弟はちょっと普通じゃないね。かなりのいいものを持ってますよ、そうね、最後仕留めに行くねとこもうまいよね。ボケっと見てないでスパン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 とかすごいね。一瞬の隙を突くっていうのはこのタイミング、ここを逃さないっていうのはやっぱりセンスですよね、素晴らしい。まあ、よく練習してる証拠でもあると思いますよ。いやもうね、わあ危ない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 、レフリーここで止めて正解でしょ。これは危ないわ。これ相当鍛えてるから立ってるんですよ。これ鍛えて、首鍛えてないからスコンといっちゃってますよ。扇久保選手だからこれ、ね、鍛えてるから立ってられたんですね。この一発目のアッパー、こんな鍛えてる選手でもね効いちゃうんだから。いや、いいアッパー打ってますよね、顔に余裕が出てきたね。顔に余裕が、自信だね。この甲斐選手の顔がすごく今までと違ってなんか充実した、俺は今強くなったと。自信過剰じゃなしに、自信過剰までいっちゃったらダメですけど、自信になってますね、これからますます強くなるんじゃないですか。おお、ね、日本人がこのベラトールとか UFC に乗り込んでね、チャンピオンも可能性ありますよ。この朝倉兄弟はちょっと目離せないね。ここ 2,3 年面白いね、これからもね、朝倉兄弟注目していきましょうね。